日韓問題とは日本と大韓民国との間で起きている諸問題のことである。歴史的、政治的背景から解決が困難な課題が多い。なお、韓国では韓日問題と呼称する。問題は両国文化の流通、解放問題などから政治、経済、軍事的問題にまで多岐にわたる。これらの問題についての新聞やテレビ等のマスメディアの 報道やインターネットを通じて相手国、国民に対する権を憎悪の感情が掻き立てられることもある。韓国からの謝罪と情報の要求が止まないことが日本に韓国疲れを引き起こし、強調して問題解決することが困難な状況が続いている。沖諸島の北西にある離島である竹島の領有権をめぐる問題。この島は1905年に日本政府により、 島根県に編入されたが、韓国政府が李昇番ラインを宣言した、翌年の1953年に、同国の民間組織により武装選挙され、現在も同国警察による実行支配が続いている。日本政府は、問題解決のため国際司法裁判所への付託を韓国政府に定義しているが、韓国政府は韓国固有の領土であると拒絶を続けている。 1978年に日韓両政府は、以前鳥島沖から、チェジュ島沖にかけて、東、シナ海に埋蔵されているとされる石油及び、天然ガスに関して、これを両国が分かち合うべく日韓大陸法協定を締結し、現在に至る。しかし、2006年6月に開かれた、日韓間の排他的経済水域境界線、確定交渉において、 韓国政府が同様に岩として起点にしていなかった竹島を従来主張していた移領島から変更すると主張したため日本政府も対抗して日本側の e z の起点として非善取島を主張する意向を韓国側に伝えたとされているさらに韓国は協定海域を韓国単独の EEZ だと主張2012年に 国連大陸法限界委員会に沖縄トラフまでの大陸法延伸を申請した。19世紀に朝鮮半島から日本に流出した文化財の多くは現在も日本の博物館や図書館に保管されている。これらの文化財を韓国に譲渡することを韓国の市民団体などが強く求めている。しかし、1965年の 文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定と日韓請求権協定において韓国政府が1400点の文化財の返却と引き換えにこれら以外の文化財の請求権を放棄していることや日本にある朝鮮半島の文化財が略奪されたものであることが立証できないため日本政府は韓国政府に返還する義務はないそのため 韓国は日本が自主的に朝鮮半島の文化財を韓国政府に返還するべきだと主張している。2010年4月6日、韓国の国会議員7名が日韓併合100周年を迎え、日本にその反省をさせ文化財の返還を促すために訪日している。韓国が返却を要求している文化財は国内庁が所有している。 朝鮮王室儀機や東京国立博物館に寄贈されている小倉コレクションなど多岐にわたる。また、韓国人窃盗団による返還名目の日本文化財の窃盗で韓国に流出した文化財について日本政府は韓国政府への返還交渉を行っているが、返還が実現された事例はない。毒劇物を入れたポリタンクが韓国から日本海に廃棄され、 日本海沿岸の地域に漂着する問題。漂着は九百九十九年頃から始まり、二千十七年二月から三月にかけては行われた調査では、約六千個以上が確認されており、新潟県では五百個のポリタンクが確認された。日本政府は国際会議や外務省、環境省を通じて、韓国側に抗議しており、環境省は年間五十億円をかけて、 廃棄処理を行っている。ポリタンクに詰められている薬品は、韓国の利用食で網の洗浄用に用いられている、過酸化水素水が多く、韓国の利用食の市場が大きくなったことが原因で、あると報じられている。韓国では、以前から TV 番組、歌謡曲等の日本が、著作権を所有する、著作物の不正コピー、盗用、盗作等が横行している。 近年は改善の傾向にあるとされると言われるものの、なおその件数は多い。表現物以外の分野でも、韓国は中国とともに日本の知的財産権の侵害が深刻化しており、知財紛争が頻発している。こういった問題から、日本政府は海外での品種登録、商標登録の金銭的支援や弁護士の紹介などの行動と取るようになってきた。 みかんなどにも無断栽培が広がっているため、品種登録の期限前に、韓国で登録申請をする対抗措置が取られるようになってきている。1905年の日韓保護条約及び1910年の韓国併合について、韓国は当初より無効であったとの主張しており、合法であったとする日本側学者との間で論争となっている。2010年に、 韓国側の強いイニシアティブによって開催された国際学術会議、韓国併合再検討国際会議では、日韓米英独5カ国の国際法学者によって検討が行われたが、韓国側の主張は受け入れられなかった。第二次世界大戦の対日講和条約の14条では、日本の賠償対象国を日本が占領し損害を与えた連合国と規定しており、 韓国はこの対象に入らないが、1965年の日韓基本条約による国交正常化交渉中に韓国は賠償を要求した。これに対し日本は独立祝賀金と途上国支援として8億ドルの優勝無償金を供与した。これにより、韓国は対日賠償権を放棄し、個人への賠償も完全解決したとして、 財産及び請求権に関する問題の解決ならびに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定が締結された。その後、韓国はロブゲン政権時に慰安婦などの一部個人に対する保障は対象外であったとの声明を発表、以降、韓国政府はこの方針を踏襲している。日本政府は上記協定により、 日韓間の請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決したとしている。韓国の民間団体が急に本軍の慰安婦を模したとされる銅像を韓国の国内外に設置している。特にソウルの日本国大使館付近に設置されている慰安婦像について2015年の慰安婦問題日韓合意で韓国政府が大使館前から移設させることが確認されたが、 韓国政府が履行しないことが問題となっている。日韓の外相が発表した日韓間の慰安婦問題が最終的かつ不可逆的に解決されることを確認するとした合意について日本がすべての条件を履行したのに対して韓国側が条件を履行しないまま合意で定められた和解、癒し財団を解散させるなど合意を形外化させていることが問題となっている。また、 韓国の大統領や国会議長が慰安婦問題を解決するため、日本の天皇が韓国を訪韓して、慰安婦に対する謝罪を行うべきだと主張し、日本の世論が反発。後に、この発言に対し韓国の国会議長が陳謝した。2018年、韓国のオポインが日本企業に対して戦前に日本企業により強制連行され、強制労働させられたと主張する。 韓国人へ損害賠償の支払いを命じたことに対して日本政府が1965年の日韓請求権協定により解決済みの問題であるとして反発している問題。韓国政府は三権分立を理由に司法判断を尊重すると主張して元徴用工と日本政府と日本企業の間で解決することを求めていることが事態の解決を困難にしている。 2019年8月22日、韓国政府は日韓で防衛機密を共有することを定めた日韓秘密軍事情報保護協定を発揮することを決定した。2018年、日本の自衛隊機に向けて射撃レーダーが照射される、問題が発生するなど日韓関係の悪化が深刻なものとなった。この問題についての主張は両国で大きく異なっており、 一層解決が難しくなっている。日韓漁業協定の日韓暫定水域を韓国漁船が占拠し、韓国漁船が立ち入りを禁止されている日本の排他的経済水域へ侵入し、海産物の乱獲を繰り広げており、日本海側の漁業従事者に深刻な打撃を与えている。2000年以降、水産省による外国漁船の打法件数で韓国は、 全体の5割から9割を占めている。2005年12月6日、韓国海洋警察庁が海上保安庁に対し、日本領海における捜査権の譲渡を要求したが、海上保安庁は、捜査権の譲渡は、主権侵害に当たるとして拒否した。2011年頃から、日本の準国旗である朝日旗は、 戦争犯罪のシンボルであり、世界から駆逐しなければならないという韓国の新しい国民意識が生まれたことにより、日本との圧力が生じている。日本列島と朝鮮半島の間にある海域の国際故障をめぐる問題。1992年の第6回国連地名標準化会議で韓国と北朝鮮が該当海域の国際故障を日本海から 東海への解消を求める定義を行って、以来、現在に至るまで問題が続いている。韓国側は、日本海が、国際的な故障であるのは、日本帝国主義の残滓と主張し、韓国故障の東海に解消することを要請しているが、日本側は、日本海が、国際的な故障であるのは、18世紀末から19世紀初頭にかけて、ヨーロッパで確立されたものと主張し、 韓国の要請を根拠のないものとして拒絶を続けている。日本文化の多くが韓国起源であるとする主張が一部でなされている。朝鮮民族の人物がある業界で活躍すると朝鮮民族の優秀性が証明されたと主張する者がいる問題がある。異業を成した日本の著名人を根拠なく朝鮮民族であり在日朝鮮、韓国人やコリアン系の同胞だと主張する。 在日認定が問題となっている。韓国政府は自国文化の保護のため、また大日本帝国の韓国併合の影響で国民感情を害するとして、日本の漫画や映画、音楽などの大衆文化の韓国国内への流入を規制している。20世紀末から複数の段階に分けて日本文化規制を解放する計画が立てられたものの、まだ全面開放に至っていない。 2005年初めからアニメなど国一部を除き、日本大衆文化は徐々に開放されている。2010年9月10日に、日本の歌手グループ SKE48 が、2010、ソウルドラマアワード受賞式で、強き者よ、青空片思いを日本語で歌唱を披露する姿が、韓国の地上波テレビで生中継された。韓国は、2004年1月の日本大衆文化第4次開放で、 日本語の歌唱の放送を許可したが、放送局側で録画だけに制限していた。生中継されたのは、これが初めてである。事前に放送通信審議委員会を通した上で、放送が決定された。日本の国際社会における価値や評判を下げて、相対的に韓国の地位を向上させる、ネガティブキャンペーンに対して、日本の憲悪感が高まっている問題。 日本の歴史教科書の日韓関係に関する記述に関して日本の歴史観が韓国の歴史観と異なることが韓国から批判されている。ありがとうございます。